日本中国地方広島県広島市中区加古町、住吉町加古町に所在する複合文化施設、アステールプラザ、加古町、住吉町は、広島県広島市中区の町名である。元安川と本川に挟まれたデルタにおいて、北の中島町と南の吉島地区の間に位置する。広島の深海地発展図、広島追記時に陸地であったのは、 現在の過去町のごく一部であり、その後半世紀に過去町深海が造成されたことが示されている。寛永年間の広島城下の地図、図中、船入りの北に、お船作事部屋が所在していたことが示されている。1644年頃の広島城下の地図、現在の過去町付近は、歌手町、侍町とあり、過去や武士が集中する町であったことを示している。 1930年頃の広島市の地図、当時、広島県庁が過去町に所在していたことが記されている。1945年被爆後の広島の航空写真、旧過去町の町域一帯が壊滅し白く見えるのがわかる。この二町は、第二次世界大戦後の町名変更まで、過去町として一つの町にまとめられており、旧町名は、 広島藩の水軍要員として編成された水府が集中していたことに由来する。過去町は、大高和上流の渓北地域と広島湾を結ぶ、水運の分岐点として、物資の集散地の位置を占めた、町人町、中島組に隣接していたことから、藩の船屋敷、船作事所が設けられた。第七代藩主、浅野茂明は、別邸として過去町屋敷、与楽園を築いた。 半世紀を通じてこの地区はほぼ全域に町割りが敷かれて市街地化し、上欧年間の洪水以降は南に向かって、広島湾が埋め立てられ、過去町深海となり、さらに吉島深海が開かれ、足島と陸続きとなった。明治期に入ってこの町には1877年、公立広島病院が設置、翌78年に広島県庁舎が移転してきた。 両者は共に原爆被災までこの町に所在したため、隣の中島新町に一時市役所が置かれていたことも、合わせ、戦前期における地方行政の中心地という様相を呈したも1八8八年に吉島に移転するまで過去町に置かれていた。古い武家町としての歴史と、また多くの役所、公共機関が所在していたことから、この町は戦前の広島では、 格式ある屋敷町として知られていた。1945年8月6日の原爆投下に、際しては爆心地から 1km 前後という至近距離にあったため、町の宮施設は一瞬のうちに倒壊炎上し、当時約2100人とされる町民はもちろん、当日過去町での建物疎開作業のため、動員されていた中学、高女の生徒からも多数の犠牲者を出した。 過去町にあった市長校舎にいた当時の広島市市長、あわや仙吉も即死している。戦後、県庁はかつて陸軍兵器補給省が存在していた霞町に移転に移転したためこの町は県政の中枢としての位置を失ったいと移転が政令市移行後に広島厚生年金会館やアステールプラザなど 文化施設が建設され、市民の文化活動の拠点としての役割を果たしている。1965年4月の町名変更によって、旧町名である過去町の北半は、過去町、南半は、住吉町に分割された。広島市文化交流会館過去町に置かれていた、かつての県庁舎旧市町校舎跡を示す、石碑、説明版もよりの伝定として、下記のものが、 町域から徒歩後から10分程度過去町バス停は、吉島通りと国道2号にそれぞれある。過去町屋敷に関するカテゴリー、過去町に関するカテゴリー、住吉町に関するカテゴリー。ありがとうございます。